普通の折り紙2枚と小さい折り紙1枚を使って折ります。まずは頭の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。 開いて、右の角を中心に向けて折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。これを開いて、裏返して、反対側も同じように折ります。 この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。これを開いて、上から開いて、このように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら、内側の折り筋に合わせて、ひし形に折っていきます。 裏返して、反対側も同じように折ります。次に、この下側の先を立てて、横からこのように開いて、 横に潰します。これを少し上にずらして、この位置で潰します。反対側も立てて、中を広げて、横に開いたものを、少し上にずらして、この位置で、潰します。 これを裏返して、この部分を下に下ろして、この三角をこの線よりも少しだけ上の位置で下に折ります。次に横にして、この部分をハサミで 先から切り込みを入れます切った先を根元から斜めにこのように開きます反対側も同じ位置で折ります この部分をさらにもう一度折ります。反対側も同じように折ります。そして、この部分をハサミを使って切り取ります。次に、 裏返してこの下の部分を上に折り返します表にしてこの部分をちょっと硬いですが縦に裏側に折ります 反対側も同じように折ります。折ったものをこの部分でもう一度外側に折り返します。反対側も同じように折ります。 次に鉛筆を使ってこ反対側も同じ位置で線を引きます。 頭の上部分は両側に耳を描いて今描いた部分で切り込みを入れます。 頭の先の部分は耳の部分だけ切り込みを入れて残った紙を裏側に折りますこの下の角の部分を小さく内側に折ります次に 一度開いて、黒いマジックで真ん中の線を残して、残りを塗ります。閉じ直して、鼻を残して、口の周りの部分も、黒で塗ります。 白いマーカーで目を描き込みます黒いペンで目の横に線を引いて緑で黒目を描きます黄色で白い部分を軽く塗って これで頭の部分は完成です。次に上半身の部分を折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、 右の角を中心に向けて折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。開いて、裏返して、反対側も同じように折ります。この部分と、 この部分を合わせて折り筋をつけます。これを開いて、上から開いて、このように正方形に折り替えます。下の紙を、てっぺんの角に上、ね、めくります。この状態で、 内側の折り筋に合わせてこのように折ります折ったらこの部分を下に閉じます裏返して反対側も下の紙を上の角までめくったら内側の折り筋に合わせて 同じように折りますこれを下に閉じて次に下側のこの先を上に折ります反対側も同じように折ります その先を根元から真横に中割り折りにします。反対側も同じように折ります。次に、この部分を内側にだいたい5ミ、mm、リぐらいで折ります。 反対側も同じように折ります。左右のバランスに注意して、裏返して、こちら側も同じように折ります。次に、この先を上の角から下に折ります。 反対側も同じ位置で折ります折ったらこの部分を一度戻して中を開きながらこの折り筋に合わせて外割り折りにします反対側も開いて外割り折りで折り直します 次に上の角を裏側に折って、裏返して、ハサミを使って、この部分を真ん中から少し外側で2本切り込みを入れます。切ったものを上に上げて、 体の真ん中に筋を書きます。その筋の両側に伸ばすように胸の筋肉の線を書きます。一つ下にも同じように線を引きます。これに色を塗っていきます。 黒いマーカーでお腹の線を塗ります。腕の線もそのまま描きます。裏側も腕の線を描いて、濃いグレーのマーカーで白い部分をすべて塗りつぶします。次に、 腕のこのこ部分を裏側に折り込んで中を軽く開きます。 これで上半身の部分は完成です。もう一枚の折り紙でひし形を折ります。ひし形まで折ったら、上下ひっくり返して、下の角をひし形の中心に合わせて折ります。この状態で、下の紙をこの斜めの筋に合わせて、 折り筋をつけます開いて反対側も同じように折りますこれを開いてこの部分も開いて内側の折り筋に合わせて中を広げて閉じ直しますそしてこの部分で紙を下にめくります これを上下ひっくり返して、この部分を下に閉じたら、この線よりも2ミリぐらい上のところで、このように折ります。折ったものを今度は、この部分をこの角から少し上の位置で折ります。 折ったものを下に閉じて今度はこの線よりも少し上で折りますそして上の角を下に少しだけはみ出す位置で折ってそれを上に閉じます次に 下の先を根元から真横に中割り折りにします。反対側も同じように折ります。これを裏返して、横にして、この部分を真ん中の線に合わせて、 ちょっと硬いですが、このように折ります。折ったら、この部分を戻して、先っぽを立てたら、その先の中を広げて、まっすぐに折ります。次に、この角の部分を、 内側の線に合わせて折り返します。反対側も折ります。上下ひっくり返してこちら側もこの部分を真ん中の線に合わせてちょっと紙が硬いですが折ります。そしてこの部分を立てて この先の中を広げて潰します角を真ん中の線に合わせて折ります反対側も同じように折りますこの先の部分をこの部分で下に 折りますこの状態で当て紙をして黒いペンで尻尾の線を引きます裏返してこちら側も当て紙をして 足の部分にも黒い線を2本引きます。オレンジのマーカーでベルトの中の線を引いて、残りの部分を黄色で塗ります。閉じ直して。 しっぽの部分を半分につぶして先は内側に折り込みます次に足先の部分を小さく上に折ったらその先を下側に半分に折って それをこのように潰します。反対側も先の部分を上に折ってその先をさらに半分に折ったら外割り折りに潰しながら足を折ります。形を直して これで下半身の部分も完成です。頭と上半身と組み合わせていきます。両面テープを下半身のこの部分に貼って、裏紙をめくります。 そしてこの部分を下に閉じたら間に挟み込むようにして貼り合わせます両面テープを首の部分にも これを頭と貼り合わせます形を直して これでガオガエンの完成です。